ちは、ゆいです。今日はバレエの基礎のプリエを一緒にやっていきたいと思います。動きはですね、すごいシンプルなんですけど、膝を曲げて一緒に帰ってくる、これがデミプリエで、かかとはまだどっちも床についた状態のままです。もう一つ、今のデミプリエを通って下まで行くグランプリエ、この2つをやっていきたいと思います。すごい簡単そうでシンプルに見えるんですけども、バレエをやっていく上ですごい大事なので、プリエは早速やっていきましょう。まずは6番に立ってください。膝を曲げてその状態のまま膝がどこに向いてるかをチェックすると、だいたい第2、第3指と同じ方向を向いてると思います。これをバレエにも活かしていきます。バレエは見ての通りずっとつま先が外を向いた状態ですが、膝も毎回ずっと指先と同じ方向を向いてることを意識していきたいと思います。なぜかというと、見ての通りつま先からターンアウトしようとすると、横から見るとフラットで綺麗かもしれないんですが、その状態でプレーをすると膝が真ん前に出ちゃうんですね。この状態のまま大きいジャンプから着地することを想像するだけでも怖いです。怪我をするのでやめましょう。ターンアウトをするときは足の一番上から内ももから外に回して足を開いていきます。立っているだけの時もずっと筋肉は働いたままです。姿勢はまず尾底骨を下の方に、それと同時に背骨は上の方にずっと伸びていくイメージです。反対の力が働いていることでバランスが取れています。お腹は小さく、その姿勢をキープしたままプリエ。膝はつま先と同じ方向を向いて、もう一つ大事なのが壁があるイメージをしながらやること。プリエに降りるときは膝の向きが分かりやすいんですが、帰ってくるときも同じ道を通って帰ってこないと、最終的に膝が入ってしまってお尻も出てしまいます。そうならないように2番も、膝はずっとつま先と同じ方向を向いたまま、お尻は下に、背骨は長く。4番でもう一つ気をつけたいことは、前の足、後ろの足、その中心に自分の重心が来ること。片方の足だけに体重をかけないように、両方の足が均等に使われています。その調子で5番も一緒です。これがプリエです。では次はグランプリエに。グランプリエはもちろん今やったデミプリエを通っていきますが、グランプリエでしゃがまないでください。自分の前と後ろに壁があったことを思い出してください。グランプリエでしゃがんでしまうと、帰ってくる時にまたお尻が出てしまいます。しっかりデミプリエを通って、膝の向きはその後もずっと一緒です。自分でバランスが取れるところ、自分でまた帰ってこられるところまで下がります。これらを注意しながらやると、ハムストリング、内もも、お尻の筋肉を感じられるはずです。これがグランプリエでした。最後までご視聴ありがとうございました。この投稿が少しでもお役に立てていたら、チャンネル登録の方とライクよろしくお願いします。それではまた次の投稿で、バイバーイ。